なぜ眠くなるとあくびが出るの？眠気を感じると自然にあくびが出てきますよね。この現象は我々がよく知る現象の一つです。しかし、なぜ眠気を感じるとあくびが出るのでしょうか？実は、あくびが出ることによって、体内の二酸化炭素を取り除くための一つの方法があるからだとされています。眠くなると脳の活動量が低下するため、自然に呼吸が浅くなります。そのため、体内に溜まってしまった二酸化炭素を取り除くためにあくびが出るのです。またあくびには脳や体を活性化する働きもあるとされています。眠気を感じると体がリラックス状態になりますが、あくびによって脳や体を刺激し、活性化することで眠気を解消する効果があるとされています。さらに、あくびは人間の社交的な動物としての一面も表します。あくびを見せることで周囲の人に眠気を伝えることができ、同じように眠気を感じている人とのコミュニケーションを取ることができます。つまり、眠気を感じるとあくびが出るのは体内の二酸化炭素を取り除くための一つの方法であり、また脳や体を刺激して眠気を解消する効果があるためです。そして社交的な動物である人間としての一面も表しているということです。さらに、あくびは睡眠不足やストレスが原因で起こることが多く、これらを改善することであくびを減らすことができます。睡眠時間を確保したり、ストレスを解消する方法を見つけることが大切です。ただし、あくびが過剰に出る場合は病気やアレルギーの症状が隠れている可能性もあります。長期的なあくびの場合は、医師に相談することをお勧めします。眠気を感じた時には、適度にあくびをして、二酸化炭素を取り除き、脳や体を活性化させることで、スムーズな仕事や生活を送りましょう。